沢口誠は岩手県釜石市出身の元バスケットボール選手である。ポジションはガードゴワード。身長 184cm、体重 80kg。森岡南高校卒業後の2010年、BJ リーグドラフト会議にて秋田ノーザンハピネッツに指名され、BJ リーグ史上初の高卒ルーキーとして入団した。翌2011から12シーズン。 岩手ビッグブルズに移籍しにシーズンを過ごした後、2013から14シーズンから2016年まで青森に所属、その後岩手に復帰した。2010から11シーズンと2011から12シーズンの BJ リーグオールスターゲームに出場している。釜石市立長野中学校で2年時にジュニアオールスターに出場。釜石中学校を経て森岡南高校に進学する。 インターハイウィンターカップの出場はなく、3年時の国体でベスト8となる。また、高校2年時に森岡南高校バスケットボール部コーチに就任した元大阪エベッサの西藤助から強い影響を受けて、プロを志すようになり、高校2年生ながら、BJ リーグ合同トライアウトを受験。最終選考に残ったが、この時は高校は卒業した方がいいという思いもあり、 最終選考を辞退した。卒業を控えた2010年に再び、BJ リーグのトライアウトを受験しこの年の、BJ リーグ育成ドラフト一巡目、全体2位で、秋田ノーザンハピネッツに指名され、選手契約に至った。ルーキーイヤーとなる2010から11シーズン当初は、出場機会も得られていたが、12月以降は徐々に出場時間が減っていった。この原因について、 沢口は、チームの外国人選手にパスを出す意識が強まり、自ら攻め込む、積極性が失われたためと語っている。2010から11シーズン終了後、沢口は、東日本大震災で被害を受けた故郷、岩手でプレーしたいという意向を持ち、それを受け入れた秋田は、2011から12シーズンより、新規参入した岩手ビッグブルズに、金銭トレードの形で放出した。 2011から12シーズン、岩手は開幕から5連敗を起死したが、6試合目となる2011年10月30日の埼玉ブロンコス戦で決勝点につながるアシストを上げ初勝利に貢献した。2013から14シーズンを前に、エクスパンションドラフトにおいてこのシーズンから参入する青森ワッツに指名され、移籍。ヘッドコーチの胸方金久は、 沢口にポイントガードの資質を見出し、沢口をポイントガードにコンバートした。2016年7月、岩手に再加入。2018年からは、社会人チームの ST 岩手に所属。2019年に岩手に再加入したが、2020年に引退、岩手のアシスタントコーチに就任した。ありがとうございます。